すべては捉え方、考え方。人生で起こることはすべて私たちの捉え方と考え方次第で変わってくるものです。同じ出来事でもポジティブに捉えればチャンスや学びとして受け入れることができます。否定的に捉えれば苦痛や失敗として感じるかもしれません。人生には良い出来事も悪い出来事もありますが、それらをどのように捉えるかは自分次第です。自分の捉え方や考え方を意識してポジティブに捉えることで人生をより豊かに充実したものにすることができるでしょう。ポジティブな捉え方、考え方を身につけることで幸せな人生を送ることができるかもしれません。いいことと悪いことは表裏一体。人生には常にいいことと悪いことが隣り合わせに起こります。時には悪いことがあってもそれが後に良い方向に進むきっかけになることもあります。同様にいいことがあるとそれが思わぬ悪い結果を招くこともあります。人生は常にバランスが必要です。悪いことに対しては前向きに考え、それを乗り越える力を身につけることが大切です。一方でいいことに対しては過信せず謙虚さを持ち続けることも重要です。いいことと悪いことは表裏一体であり、そのバランスを保ちながら人生を歩むことが大切です。比較する物差しが変わると気持ちはコロコロ変わる。物事を評価する基準や視点が変わるとその結果に対する感情や考えも変わってきます。例えば自分の成功を他人と比較する場合、その他人の成功に焦点を当ててしまい自分の実績が十分でないように感じてしまうことがあります。しかし自分の成長や過去の自分と比較することで自分の成長を感じることができるかもしれません。物事を客観的に捉えることが重要であり、しばしば物事を評価するための物差しを変えることで新たな気づきや喜びを見つけることができます。物差しを変えることで自分自身や他者、様々な状況をよりよく理解し受け入れることができるのです。